ペロポロゾのうろとドッキリマスター、そこのとこよろしく。ドッキリマスターですけど、そうだからこれ、そう今日これやから、はい、ということでね、はい、本日はドッキリ企画となっております。はい、ターゲットはケイチザルポンチ、あの方ね、あの方ですね、あの方ね、タカですね、はい、でね、うん、なぜこの企画思いついたか、はい、YouTube 見とって、うん、去年の俺ら見とった。そしたらね、俺とタカラで一回新スポ行ったやん。ああ、大島や。そう、福井県の大島。うん、あの半時計したらなんか乗られるというかね。で、あの時は壊れたんですよ。そうだね、なんか映像がなくなってんね。そう、あの時マジ怖かったんけど、うん、もうなんかあいつ最近ね、ちょっとなんか慣れてきて腹立つ。確かに慣れてきてる。マジ腹立ってきて。お化けの代わりに成敗してやろうと思って。本日の企画、はい。幽霊が本当に出たらどれだけビビるのか。で、今回幽霊。うん。うだね、うだね、俺のうだ先輩に、うん、カツラと、うん、俺の白のでっかいロンティー、うん、で俺の母親の、うん、昔買い取った黒のスカート、これを、うん、着てもらいます。なるほど。ちなみに着た写真がこちら。めっちゃ濃い。だからちょっと細身の背高い女性。そう、もう一人、もう一人、今回お化け、うん、僕らの女の子のお友達、はい、ちょっともうね、アポ宇田先輩撮ってくれていて、うん、お友達にも出演してもらおうと思って。で、流れとしては、はい、どうぞ。昨年同様、はい、急に俺が高野もがいに支えするよ、うん、で、大島行くんですよ、はい、ただ、2人やったら、うん、俺と宇田先輩連絡取れないわけやん。取れん。ゼンリー、ゼンリーね、あ、まあ、わかると思う、うん、あのメンヘラチックなカップルの方が入れるあのクソアプリ、クソアプリ、うん、本当に行ってる場所わかるし、携帯の充電の何パーセントかわかる。やばくない？俺マジでびっくりしたのって聞いた時、へえと思って。で、まあ、そのアプリ見るんですよ、うん、こんだけ素晴らしいアプリ。そうなんで、俺が向かってる時先に宇田先輩とその女の子行ってもらいます。そうで、今回は宇田先輩のプリウスじゃなくて女の子の車でね、そう行くんで絶対バレないんですよ、駐車場の車って。そうそう、バレ、絶対バレ。でね、まずはそのまま着きました俺ら、うん、で、着く5分前に、うん、多分宇田先輩に1回合図入れるんだよ俺、コンビニで、うん、そのタイミングで宇田先輩はその大島の赤い橋、うん、渡ってもらって、うん、岩の後ろに隠れてもらいます。あるね、なんかでっかい。で、あのちなみに昨日の夜一回あの女の子と俺と小田先輩3人でそこ向かって一回確認してきました、うん、そこで小田先輩待機、はい、もう女装の格好、はい、そこに俺と宝がテクテク歩いてきます、はい、で、まあ、俺がまあ隙見つけて、うん、まあ、まあいいことしますよ、うん、小田先輩岩からこうキュッと出てきて、うん、立ってればいいんや、ギュッと別に脅かさんでいい。なるほど、こうやって。そう、怖っ。設定としては宝が最初小島を半時計で一人で回るっていう設定だから、うんうん、その小島宇田先輩を脅かしとる時に俺の車もすでにエンジンつけてます。もう開いてる状態や。その隙に女の子が車からテクテク降りてきて、うん、俺のペルス星の一番後ろに毛布あるんでそこに隠れてます。隠れてもらって、うん、でもその後よ、終わったと思ってホッとするやん。でちょっと外寒いから車でエンディング撮ろう、うん、エンディング撮る時にその2人って女の子こう髪の毛を後ろで待機したらそう、こうやってやっとるんや。 そう、でそれで宝ビビるかと。そう、うわっ、それの方が怖いかもしれない。時間がない、すごいね。タルト、ボコタロト。なるほど。ということで、じゃあちょっとオープニング長くなったんで、長いでしょ、耐えられない。はい、ということでね、はい、早速、うん、2日後行きます。はい、せーの、それで次。ちょっとずれてるかこれ。はい、ということでね、今宝宅に到着しました。今から連れて行きますよ。多分ね、もう回しとるんとか乗った瞬間ね、うわ絶対もう怖いやつや、心霊系やろとか絶対言ってくるんでね、その辺の発言もお楽しみください。はい、もう来ます。ドキドキ楽しみ、泣け泣け小僧、クソザルクソザルクソザル。あ、来た来た。電気がつきました、玄関の。開けますよ、開けますよ、開けますよ。お疲れ。あ、もう一応回ってるわ。あ、回っとる。そうそう、一応回ってるわ。早い。ちょっと全然俺オフやけど今。じゃあ全然そんでそんで。じゃあ俺もう何タイプでも分かっとるけどな。マジで。心霊やろ。だからだから。そんなはずないやん。いやいや。喋っとったもん家族で。なんでなんで喋っとった。今日何時から撮影なんて言われて、まあ8時過ぎかなって撮って、うん、何するんって言われて、うん、俺知らんげんっつって、うん、何で知らんがって言われて、うん、多分ドッキリじゃないって言って、はいはい、多分俺の心理やと思うよっつって。で、そしたらお母さんは？じゃあ、リアクションシーンなんねーって一番お母さん YouTuber 向けやんけど。ちなみに他何、何分くらいかかるところなんですか？いや、予想してみてや。行き先さえも予想してみてほしい。行き先か、いや、マジで結構行ったからな。
近場は。まあまあそうやな。何県かだけ教えるか。わあ、福井県ね。おお、さすがです。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうです。右曲がればこここっち富山やもんな。こっち、そうやな、福井やもんな。うん、福井方面で新スポーラあんま分からんねんじゃな。そうや、だから行かんもんな、普通に考えて。俺行かんから、絶対に。やっぱほら、慣れたとこはあるやん、この1年で。いや、もう慣れたよ。怖くないでしょ。怖くないねんてな。お前ずるいよね。マジで。だってもう入った瞬間、カメラ回ってますやろ。俺もう何も喋れんやん。何も言えんもん。言い訳できない。言い訳できんもん。あとからコンビニでサラダチキン買ってあげるわ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあちょっとね、時間かかるんでまた後から回します。途中経過で30分経過。30分経過。はい、ということでね、今福井県手前加賀ですね。はい、買ってもらいました。乾杯しちゃった。はい、乾杯乾杯。ありがとうね。あ、やっぱスタバですね。あ、美味しい。はい、ということで皆さんお待ちかね、本日の企画ポケ開封でございます。はい、実は今日の企画はポケモン開封です。はい、10パック買いました。はい、それで俺ブワッといくよ。これ絶対長いよ。ちょっと喋って。パルスワン。パルスワンやった。パルスワン、この間俺メルカリで売ったぞ。パルスワン VMAX かっけー。こんな感じです。金額は、待って、3000円じゃなくて300円。300円。こんなすごい引き方で300円。うわ、俺一瞬ミュー来たかと思った。懐かしいな。俺とお前で2人で行くっていう企画、富山県の東尋坊行きましたね。いや、福井県や。それあ、福井県か。福井県や、東尋坊は。え、ってことだっけ、東尋坊リベンジ。なんかちょっと見えましたな。はい、ということでね、福井県に向かっていこうと思います。はい、お願いします。だいぶ今山の中走ってますね。ねえ、お前なんて今やる。さっき怖かったんって、トンネルちょっとやばかったな、あれちょっとマジで出るトンネルだったかな。トンネルの色がやばかった、マジで。はいはいはい、これ20分ぐらいですね。20分はかかんのよ。そうですね、ただもう刺しちゃったんでね。まあちょっと刺してますね。予想は東尋坊再チャレンジ。なるほど。です。バレたけ。バレたって合ってるってこと。ああ、失礼しました。何もありません。なっかこれ、信号長いな。待って、1分半や。行こう、もう。さすがやばいですね。昔なら行ったね。信号無視や、お前。信号無視や、お前。そうです、皆さん。はい、そしたらね、残り20分で着くんで、残り10分ぐらい前になったらもう一回回します。スヤロスでドリー。はい、こちら仕掛け人の宇田でございます。今ね、一人で赤い橋を渡ってます。あー怖い、ほんとね。なんでこんな一人で行かなあかんねん、俺。怖い。やばいやろ、こんな一人で行って。なんかあんの、これね。ターゲットより仕掛け人が怖いからね、これ。一人で待機が一番怖いよ。でね、僕の友達も今車で待機してもらってます。でもね、あとね5分ぐらいで来ると言ってたんで。はい、あら、もう本当に髪の毛が邪魔だわ。来ましたよ、目的の場所に。いて、国産なる、これ。いて、いて、いて、でもこれ来たら分かるな、余裕で。で、ここのここの裏に隠れます。ここの裏ね。だったら大丈夫でしょうということで。はいはい、じゃあね、ちょっと待機していきたいと思います。あたりこんな感じです。うわー、映らんな、暗くて。あ、もう虫おる、キモ。はい、残り10分ぐらいですね。まあ一応しとこ。おっさん、なんか、なんか見たん。なんか見た。何見た、何見た。しっかり見た、俺。教えて、教えて。しっかり、うん、東尋坊って見た。しっかり今も見える。今も書いてあるもん、東尋坊まっすぐ行ったらって。じゃあ一応しとくわ。一応ね、もう形上、もう形上な、うん、マスクさん反対になっとるぞ。死んできた、死んできた。あ、怖い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 。いつも思えんだな。何が。心霊前行く時が一番怖いんだな。まだ使えへんの。あと9分ぐらいですね。9分長いな。あ、今動物おった。タヌキみたいなやつやな。目光ったな。クマ、こんから。今クマ出たら
やめてあげるわ今日。よし、出てくれクマ。クマいいね。クマドライブしてほしい方はコメントにどしどしコメントしてくださいね。そしたらいけるんで、あのクマドライブの企画の敵は宇田と高田なんで俺だけクマドライブの味方なんで。ここは配送かな。やめて。いやマジ怖いな。やめてマジで。もうちょ、目隠ししとるんやからやめてよ本当に。もうせんもうせんもうせん。怖くない怖くない、怖くない。疲れるわ。怖くない、怖くない。おすじま入り口、東尋坊。それおしまやもんな。おすじま入り口が出た今。おしま確定やな。はい、ということで一旦目隠した状態で出たからに外出てもらいます。はい、せーので次。はい、目隠し外してください。いきますよ。はい、3、2、1。ということでね、1年越しのリベンジということでまんま一緒やん俺言った通りやん。そう、前回落ちたわけやん、カメラに。そのおしま一周がしたの落ちたから、今回は2人でリベンジということで。あ、2人やん。あ、入り口までは俺行ってる。めちゃめちゃ怖いんやけど。じゃあ行こうか。え、もう行くん。もうすぐ行くよ。寒いからほら、カメラも1時間しかないし、これ1周回るの30分はかかるから長っ。え、俺ずっと1人。ずっとじゃない、だから今俺おるって。ちょ、そっからいいね。てかマジ、え、ついて30秒だよそもそも30秒でなんか動いてっていう。どうなんどうなんそれ何者か理解しないままや俺今。めっちゃ怖いやん。え、ここってどんなとこやったっけ。東尋坊で、あ、でもやっぱ今飛び降り自殺して亡くなった方がたどり着く島って言われてますね。でも実際はたどり着かんって言われてる。あの潮の流れ的にここにたどり着くことはないんや。ただその赤い橋やんこれ赤い橋。お前よくない。後ろに誰かいませんよいちいちだるいよお前。いや、おったら俺も怖いよ。めちゃめちゃ怖いよ。こんな感じです皆さん。カメラなしちゃった、真っ暗。でも月明けでですね、行きましょうか。俺一人で回せるかな。 GoPro やがったな。確かに。あ、まあ、ほんとやな。確かにって、お前遅いって気づくの。ほんとや、お前雑やな、ほんとに。やめてや、なんか宇田先輩待っとったみたいな感じの落ちないです、ないです。行きましょう。大丈夫。大丈夫ですよ。いや、お前俺も、おお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 、俺察しとかじゃない。察しが良くて怖すぎます行きましょう、行きましょう。おったら怖。ちょっとお前、早い早い早い。だって怖いもん。なんで怖いもん。これなんかもう怖いもん。えっ、ヒュー。だからそこ真ん中立って、鳥居の下らへん来てほしいかもしれない。鳥居の下ね。うん、誰もらんな。いません、いません、いません。おら、あ、待ってや、やっぱ待って。怖、なんかめっちゃ怖いんけど。どうしよう、めっちゃ怖いんけど。ここに写ったからね、写真で。待って、ぼやけとる。え、怖いんけど。まあ、それ、照明やめろ、それ。めっちゃ怖いんけど。もうちょい近づけ、もうちょい近づけ。まあ、それ、照明やめろ、それ。めっちゃ怖いんけど。まあ、それ、照明やめろ、それ。めっちゃ怖いんけど。まあ、それ、照明やめろ、それ。めっちゃ怖いんけど。ぼやけるな、なんか。え、怖いんけど。ふっ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 。正解しすぎてちょっと怖いけど自分でも。え、なんかマジごめん。全然全然。だって腰抜けたやろ一回。怖い。いや、腰抜けた。腰抜けた。反応取れてよかった。反応取れてよかった。すごいな。ん？ここにおるってのが一人で。あ、これ昨日事前に一回チェックしてここに来ました。あ、そうなんや。わざわざ。そう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 。じゃあまあエンディングは車で。はい。撮りましょうか俺の。はい、ということでね、はい、ドッキリ終了でございます。察しいいや、ちょっと良すぎる。ちょっと察しが良すぎる、本当に。俺、自分も怖いもん。
じゃあ、しくって、東尋坊ではこれ、オシマもうダメか分からんな。今までの声ランキングやったら何ぐらいやったの？うわ、もう6。6? あ、5は超えたね。超えたね。うわ、悔しいな。なんか悔しいな。いや、わかるよ。本当だと多分俺がちゃんと正面見とって、うん。後ろからわーって感じだったの。でもこの映ってないよ。びっくりした、なんか人な、なんか怖いって、怖いって変な音すんな、やめてやガチの声聞こえた、変な音すんな、ガチ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 、嘘やろ、どこから、そっち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 、え、待って、なんつってなやそれ、ちょ待って、なやそれマジで、え、なにこれ、投げ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 、疲れたもん、疲れたもん、え、星なん、星なん、星なん、え、ずっとったん、ずっとったずっとったん、あれやったね、くっ、そういうことか、だから俺もエンジンつけっぱで行ったし、あれはそれ、本当にすごい楽しかったこと、いや、俺もさ、早よデートさ、あ、ずっとやったん、結構、あ、おったん、ずっと、あ、見えてなかったん、俺、ありがとうございます、いや、嬉しい、決まったな、これも嬉しいわ、驚かされて嬉しい、嬉しい、ということでまた次回のね、動画を楽しみに、バイバイ、バイバイ、バイバイ、君の存在は僕に響き渡ると言う。